鈴木、スイフトスポーツ。ZC31S、新潟。メンテナンス記録。初期メンテ編。2019年4月。ブレーキローター周りのサビが、見た目に気になるので、サビ落としします。あと、ブレーキが効きすぎて乗りにくいので、パッドを変更してみます。タイヤを外そうとしたら、普通のソケットがはまりませんでした。クリアランスが小さすぎて、ホイールに接触してしまいます。たまたま持っていた 21mm のプラグレンチが、ギリギリ使えました。一つはロックナットを使っているので、アダプタが必要です。通常のソケットの厚さはわずかな違いですが、このちょっとの差で使えません。プラグレンチだとインパクトレンチを使えないのが残念です。どうせなら 17mm のレーシングナットに変更したいところですが、とりあえず当面はついていたものをそのまま使用します。ローターはワイヤーブラシで赤サビが目立たなくなる程度に落としました。ブレーキパッドは社外品がついていました。ブレーキホースもステンレスメッシュタイプに変えてあるようです。初期の効きが鋭すぎるのですが、スイスポはもともとそういう傾向が強いらしいです。パッドやホースが原因ではないかもしれませんが、一応パッドを変えて様子を見てみます。街乗り前提なので、モノタローブランドの安いパッドで十分です。キャリパーを外します。パッドはゾーンというブランドのものが前後ともに装着されていました。ピストンが少し錆びついているので、軽く落としておきました。少しピストンを出してから、ブレーキピストンプライヤーで回して全周きれいにします。黒色で、至って普通のパッドです。男前モノタロウのロゴが、かっこよいんだか、悪いんだか微妙です。改めて車庫帳をじっくりと見ることができました。スタビがすごいところにつながっていました。赤い色がカエテルゾオーラを漂わせています。左側も同様に作業していきます。
タイヤをはめてみましたが、錆が目立たなくなったので雰囲気が良くなりました。パッドの男前モノタロウがバッチリと見えています。ちなみにあまりブレーキフィーリングが良くなったようには感じませんでした。リアタイヤのブレーキローター周りも錆落とししていきます。リアのブレーキパッドはそのままで変更しません。リアの足回りの構造を初めて見ましたが、スプリングが独立していて変な感じです。リアのショックがやたらと長く感じます。後ろから下回りを覗き込んだら、マフラーが少しくすんでいるのが気になりました。せっかくの車外マフラーなので、少し磨きました。左側の太鼓を軽くピカールで磨いた状態です。右側は磨き作業前の状態です。青い焼き色のついたテールエンド部分も磨きました。リアショックのネジ部が汚れていたので、ざっと汚れを落としました。ホイールはハブからのもらい錆をきれいに落としました。タイヤをはめてみるとフロント同様に雰囲気が良くなりました。ボルト類交換。錆びたボルトなどをいくつか新品に交換します。ヘッドライトの固定ボルト取り替え。ガーニッシュカウリングトップの固定用クリップが不足していたり、色違いが使われていたりしたので統一しました。
リアゲート周りの錆びたネジも交換していきます。ダンパーの取り付けボルトを片側ずつ変えていきます。外したネジを見ると頭だけ錆びていて、錆転換剤が十分に効かなかったようです。ハイマウントストップランプの固定ナットは購入し忘れてしまったので、ワイヤーブラシでサビを落として再利用します。やらないよりはだいぶマシになりました。ボルト頭が綺麗になっただけですが、雰囲気が良くなりました。ラベル、エンジンフードのラベルですが、わざわざ新品を手配してみたのですが、内容が今ついているものと全く同じでした。スイスポのエンジン M16A の内容が記載されているかと思いきや、実はそうではないようです。盗難警報装着車のステッカーはせっかくなので純正品をつけました。とりあえず以上で初期メンテは終了です。